ゴルフ中はそんなに緊張しない方かもしれないです。結構あの顔に出ないってあんまり言われるんで、緊張しててもちょっと平然を装ってやる感じです。はい、伊藤きららで、出身は長野県出身です。年齢は23歳です。ゴルフを始めた時期は6歳ぐらいで、両親がゴルフをやっていて、あと近くにゴルフ練習場とスクールがあったので、そこに入ったのがきっかけで始めました。覚えてないんですけど、昔すぎて。でもよく言われたのが、なんかこう、もう練習場のティーアップしてるボールをなんかポンポン打つのが楽しくて練習場に行ってたっていうのは聞きました。好きな番手はドライバー、今はドライバーが好きです。そんなにこう飛距離が飛ぶってわけではないんですけど、あのしっかり狙ったところにドライバーは打てるので自信持ってくれます。トレーニングはアイアンとかでハーフスイングとか、あのパンチショットとかライン出しとかを練習するようにして、こうなんだろう、短いやあの距離の内訳を重点的にやってます。あのコース行くと長めのクラブ持って、ちょっとこう8割とかのスイングが結構多いで、その時に結構ブレちゃう傾向があったので、しっかりその時にもしっかりティー狙っていくショットって考えると、やっぱ緩まないように振り切れることが大事だと思ってるので、ハーフスイングとか、まあ、自分の中でこうフルスイングってよりはこうなんだろう、力加減っていうか、その振り幅を変えて、それでも緩まないようにしっかり狙っていくように練習してます。プレースタイルは結構アイアンでピンに狙っていくのが好きなので、乗せて2パットとかバーディーっていう感じで、こうどんどんピンに狙っていくプレースタイルかなと思います。普段は結構気分屋って言われますで、結構こうあんまり細かいこと気にしないで、寝たら忘れるタイプなので、あの本当にこう楽しい時はもう楽しいし、辛いことあったらもう寝るみたいな感じです。中学校の友達と久しぶりに集まったのが楽しかったんです。あ、そうですね。はい、なんか昔の話って。ずっとしてても多分同じことでずっと笑ってるなっていう感じで、なんか久しぶりになんか結構ゴルファーと会うことが多いんですけど、あの普通にプライベートで昔の友達に会ってなんかリフレッシュできました。目標は今年はもうプロテスト終わっちゃったんですけど、残ってる試合で優勝すること、どんな試合でも優勝を目指して頑張ります。